鳥山石炎、ガト百鬼夜行より、野寺のデ寺棒は、鳥山石炎の妖怪画集、ガト百鬼夜行にある日本の妖怪で、無人の荒れ寺に出る妖怪であるとされる。ガト百鬼夜行には、ボロボロの今朝起きた僧侶のような姿の妖怪が寺の、鐘のそばに立った姿で描かれているが、石炎による解説が一切ないため、どのような性質を持つ妖怪を意図して描いたものかは、よくわかっていない。 昭和以降の妖怪に関する書籍では、荒野の廃寺に現れる妖怪、または、村人の伏せがなくて廃寺に追い込まれた住職の恨みが、妖怪に化けて夕暮れ時の廃寺に現れ、無人の寺で寂しく寺の鐘を鳴らすと解説されることが多い。石原が何を描いたものかが明確ではないことから、平成以降いくつかの仮説が導き出されており、まず第一に、 江戸時代の破壊像を風刺した石炎による創作ではないかとの指摘がある。金星や愛欲による終身で破壊した僧侶が妖怪となった姿を描いた絵画や説話は金星に類型も多く認められ石炎と時代の近い半本にも例は見られる。漫画家水木しげるは実著の野寺坊の解説文に子供の頃夕暮れの山中で寺もないのに鐘の音を耳にしてそれを 野寺坊によるものだと教えられたが実際には山が入り組んでいるために音が反響し山彦のような現象が起きたのだろうと記している。また埼玉県新座市に野寺という地名があり、ある男が村の住民を脅かすつもりで近在で有名な金を盗み出したところ旅人が通りかかり、あてて池の中に身を隠し、その表紙に金を紛失してしまったとある。 この池は金が淵と呼ばれており、ある小僧が住職に頼まれた用事を放って子供たちと遊び、これではお尚に合わせる顔がないと悲観して池に受水して以来毎晩のように池から鳴き声が聞こえるとも言われている。石円はこの野寺という地名や金が淵などをモチーフにして野寺坊という妖怪を描いたとの説も挙げられている。しかし石炎が何に基づいて 野でラボを描いたかについては、画と百鬼夜行を全体に取り上げられている妖怪の傾向及び、絵画に示されている情報量も少なすぎることもあって、いずれも決め手となるような題材の証拠は乏しい。ありがとうございます。